はいどうも皆さんこんにちは、つんつんです。今日なんですけれどもラジオ動画撮っていきたいと思います。でラジオ動画の題材何かっていうとですね、カオスソルジャー対策でございます。でまあなんでカオスソルジャー対策今から話していくかっていうと、新ボックスで追加されたカオスソルジャーなんですけれども、おそらくこのデッキかなり強いんですよね。でそのなかなり強いっていうのが僕の主観だけじゃなくって、実際にシェア率自体もめちゃくちゃ増えてて、でランク間の人気カードランキング見ていただくとわかるんですけれども、シェア率ですねトップ独占してるんですよ。ちょっと見てみましょうか。人気カードランキング見ていただくと、シェア率のですね上からモンスターで相当するともうカオソルなんですよね。でこのマギストスのエンディミオいるじゃないですか、これもカオソルのパーツなんですよ。つまりもう今カオスソルジャーが大人気すぎるんですよね。でその次に人気なのがオルフェゴールでオットワイズっていう風に続いていくわけでございます。じゃあなんですけれども、そのカオスソルジャーどうやって対策していくのかっていうのをちょっとまあ動画でね、話しといた方がいいかなという風に思ったので、今回はそのことについて、いろいろと話していきたいなと思います。で最近ですね、KC カップちょっとガチろうと思って、マジで1年半とか2年ぶりぐらいの感じで、もうめちゃくちゃいろんなデッキ触っているので、だいぶ詳しくなってきた。だいぶ答えれるようになってきたし、ポイバとかでも、全然勝っているようになってきました。入賞とかもできるようになってきたので、まあある程度信用していただいても大丈夫なんじゃないかなというふうに思っております。で、一応対策札で準備しているのは、スキルで言うと、墓所封印と、あと一応現世復帰の制約もありますけど、まあ墓所封印、現実なところで言うと、まあこれで結局挑戦士の方がっていう、挑戦士の方がちゃうわ、ごめん、あの儀式魔法あるじゃん墓地に、あれを除外させないようにしたらいいので、墓所封印でそもそも墓地から除外できなくさせましょうねっていうのが、まあまず一つ目の対策です。ただ墓所封印っていうのはそのなんだろう、コズミックサイクロンだったりだとかでスキルを1000減らしておかないといけないんですよね。だから入れれるデッキっていう、まあ使えるデッキっていうのも限られてるし、今って割とスキルゲーじゃないですか。墓所使える環境デッキとも戦えるデッキって何なんだっていうとちょっとむずない。今俺なんかパッと思いついたんがオルフェゴールか豪気ぐらいなんだけどっていう。でもオルフェも豪気もそんなにコスミックサイクロン入れれるデッキじゃないから、だから墓所封印強いんだけど割と現実的じゃないかなーなんて思ってます。逆にあの環境デッキとも戦えて墓所使えるデッキ、しかも使いやすいデッキなんかがあればもうこっそり教えてください。ケシーで使うんでっていうような感じですね。で、じゃあ実際にじゃあどう対策していくのかっていうと、基本的に札で対策していくことになるんですけれども、ちょっとエクストラの方から行きましょうか。エクストラデッキで、まず深淵に潜むもの。こいつはね、結局墓地の、儀式魔法の除外効果を封じることができるんですよ。そこがめちゃくちゃ強い。で、正直俺結構今ヒーローだったりだとかもそうだし、なんかあの、要は 4X 作れるデッキは、この深淵に潜むものを入れちゃっていいんじゃないかなっていうふうに思っております。それぐらいですね、今の環境結構刺さってると思う。で、じゃあ深淵に潜むもの去ったら勝ちなんかっていうと、実はちょっとそれも対策中途半端っていうか、まあ足りてなくて、カオスホームだったりだとか、海脈からのカオスホームとかでも行かれるし、要は海脈が特にきついんだよね。こいつで結局盤面潰されちゃいつつ、次のターンの初動を持ってこられて、ぶん殴られちゃうと結構渋いっす。こいつ。だから、深淵自体は、なんだろう、80点の札かな。まあ、80点でも十分強いんだけれども、一応顔する側が全然盤面返せますよっていう風な札ではあるって感じ。で、致命傷にするんだったら、ブラッドローズ。ブラッドローズってチューナーとチューナー以外のモンスター1体でいける星10シンクロなんですよ。で、シンクロ召喚に成功した時にお互いの墓地のカード全部除外っていう風なカードで、一応ブラロ素材にしてたらフィールドのカード破壊できるんですけれども、ただ、まあ普通にこれで墓地除外でいいと思う。で、7枚墓地増えるじゃないですか。イカれたスキルなんで。それを先行ブラッドローズドラゴンで全部吹っ飛ばせば、基本的にカオスソルジャーっていうのは死にます。はい。死んじゃいます。どうすることもできなくなる。だって、海脈出さないでしょ？
カオスホーム打てないでしょ、儀式魔法吹っ飛んでるでしょ、どうすんのっていう感じになるんですよ。じゃあこのブラッドローズ出せるデッキって何っていうと、ローズドラゴンもまあ確かにあるんだけれども、まあ一番環境デッキの中で使いやすいのがオッドアイズ。オッドアイズで10シンクロ全然作れちゃうんだよね。だからまあそういう意味で言うと、オッドアイズは、カオソロに対して俺は有利かなっていうふうに思ってる。だからオッドアイズの評価がまたさらに上がったかなっていうのは思っております。だって先行取られたらさ、ブラッドローズ出されて死ぬんだよ。で後手、先行取られたらね、で後手取られたらどうなるかっていうと、言うて後手ってさ、先行カオスソルジャーめっちゃ強いってわけじゃないじゃん。別にそこそこ強いけど、引きに行けるから。でもさ、めっちゃ強いってわけじゃないじゃん。前盤面の妨害がないんだよね、カオスソルジャーの弱点って。だからオッドアイズ側が後ろを割っていって展開していって、一妨害しかなかったら踏み越えられたりとかできちゃうんですよ。だからまあそういう意味でトータルで見ると、若干カオソル負け越すかなっていう、多分6-4オッドアイズ有利ぐらいになるんじゃないかなっていうふうに思う。だからまあブラッドローズを入れたオッドアイズね、自己率とかも考えたらどうかな、6もつかないか、 55% 対 45% ぐらいかな、わかんないけど、でもまあ若干オッドアイズが有利になるんじゃないかなっていうふうに思っております。まあエアプなんですけどね、ここは。なのでまあそういう意味でブラッドローズドラゴンを強く使えるデッキっていうのは、カオソロに対してそれだけで先行かなり強く出れるっていうところが評価すごく高いところかなっていうふうには個人的には思ってます。で、その他のここの辺の札についてなんですけれども、まあこの中で一番信用ならないのはネクロバレーかな。ですね、カオスソルジャーってコズミックサイクロン標準搭載だし、このマギストスいるじゃないですか。このマギストスがトラップカードとか魔法カード割れちゃうんですよ、1枚。エンディミオン引いてるだけで。で、エンディミオン召喚からそこに後ろに妨害がなければ、そのまんま、ネクロバレー割られちゃって展開されちゃうので、あんま意味ないっすね。だからネクロバレープラスなんか引けるデッキとかだったら、まあまあまあって感じだけど、まあそれでもコズミックサイクロン引かれたらしんどいんでっていう感じ。だから、まあ優先順位としてはここは一茶低くなるかなと思います。転生の予言は、これ、他の残りの3枚の札は後手取っても使えるんですよ。でも、これがちょっと渋い。要は先行を取らないと意味がないっていう札。まあただ一、まあ協力は協力だけどね。っていう風な感じかなと思ってます。なので、まあ今のところちょっとまとめると、墓所封印めっちゃ強いけれども、採用できるデッキあんまなくねっていう感じ。深淵は80点ぐらい。まあ入れるデッキは絶対入れた方がいい。で、ブラッドローズドラゴン。これね、先行ブラッドローズ勝ちって書いてます。なんで、めっちゃ強い。で、この辺、この2枚はあんまり信用できないって感じ。じゃあ、ここの残り3枚どうすんねんって感じなんですけど、まず、対面カオソルにおいて一番弱いなって俺は思うのは、ロンギ。ロンギはね、結局ロンギ打ったら、そのターンは相手展開できないんだけれども、一旦耐えられちゃうと意味ないんだよね。だから、そこが、まあ、使っててちょっと渋いなーっていう風には感じた。まあ、ロンギとクロートントンぐらいかな。まあでもそんな感じです。ただロンギのいいところもあって、ブラッドローズドラゴンが苦手だから、カオスソルジャーに入れるロンギの巣割とワンチャンないかなと思って、今カオソルにロンギ入れて試してます。でもまあなんかなーって感じ。いや結局なんかロンギ入れるとオッドアイズ相手に先行取った時に、なんだろうなぁ、結局後手のオッドアイズの展開に対してロンギ全然強くないんだよなっていうのとかはある。ただコズ打ってくる相手とかにロンギでパーンってやって1枚伏せ守りますせーみたいなところとかはできたりとかはするんすよ。だからブラッドローズ標準搭載になってきたら、まあ1枚ぐらいロンギ刺して、後手取った時も一応その後手取った時に20枚デッキでロンギ1枚入ったら引ける確率確か 20% じゃん。初手で引いてる確率 20% だよね。だから後手の確率、後手取った4分の1の、え ?2 分の1のデュエルか。2分の1のデュエルで 20% 勝率上がったら全体勝率 10% 上がる計算になるよね。先行後攻5分だったら。同じ割合引いたら。だったら、まあ、ロンギ1枚入れて 10% 勝率底上げするぐらいでいいんじゃない?で、被っちゃったら、マギスト数で戻したらいいし、みたいな感じで、ちょっと今入れて、ロンギ2入れたいけど、2はちょっとやりすぎかな、1かな、みたいな感じ。かな?今、ちょっと試してる感じは。
で、DD クローか捕まえっていうところが、まあ、直接的なダメージを与えるっていうところにおいては、すごく俺はいいかなっていうふうには思うんですけど、ですね、DD クロー。DD クローに関しては、相手の儀式魔法、墓地の儀式魔法っていうのを吹っ飛ばすのが強いです。ただ、裏目があって、何かっていうと、解脈引かれてる時とか、カオスホーム引かれてる時は、DD クローで儀式魔法飛ばしても、普通にその後展開されちゃってってなるんで、意味ないっすね。こいつ。じゃあ、20枚デッキでこう、開脈3枚のカオスホーム1枚入れられてたら4枚あるじゃん。後手で4枚引けんで。しかもマギストス込みだろ。引けるで、普通に。っていう風に思っちゃうから、まあ、DD クローはそんなに評価高くないかな、俺は。っていう風に思ってます。で、ただ DD クローの打つポイントがあって、この伝説の剣闘士カオスソルジャーいるじゃないですか。こいつってドローフェーズでドローの代わりに、ドローせずにデッキから儀式魔法を取ってこれるんですよ。で、早とちりして、リンクスってさ、墓穴とかないじゃん。墓穴の指名者とか。要は、抹殺とか。相手ターンに打ったとしても、それを手札から速攻魔法打たれて無効とか言われないんだよね。だから、DD クローを自分のターンで打っちゃうと、相手がドローフェイズを、DD クローを打たれた状態で迎えることができるんで、もし伝説の剣闘士カオスソルジャーすびいてた場合は、そのままカオスソルジャー効果つって儀式魔法を取ってこられちゃうんですよ。だから、相手の回答が増えるんだよね。だから DD クロー打つんだったら、自分のターンじゃなくて、相手のスタンバイフェーズ。ドローフェ終わって、ここの効果を破棄したのを見た後に、DD クロー打ちましょう。それが一番いいです。打つところはね。で、スカルマイスター。スカルマイスターに関しては、まあ正直手札誘発の中だったら、カオストロに対してはいっちゃん有効かなと思う。なんで有効かっていうと、墓地の効果使って、儀式魔法の効果使って特殊召喚したいですっつって、合計墓地から3枚除外するじゃん。3枚除外させた後にスカマイパーンって打てるから、墓地3枚削れるんですよ。で、しかも、さらに言うと、スカルマイスターって、で、無効にした場合、儀式の、墓地の儀式魔法効果ってもう使った扱いになるんで、そのターン、もう一回墓地効果言えないんだよね。だから、DD クローだったら、開脈とか出して、除外ゾーンから儀式魔法を墓地に戻して、そのまま儀式魔法効果つって展開されちゃうんだけど、スカマイだったらその展開される恐れがないから、心配がないから、だからスカマイの方が強いかなっていうふうには思っております。で、使うかどうかわかんないけど、17打点っていうところも優秀かな。っていうふうに思っております。なので、これが一応カオスソルジャーの対策カードになるんですけれども、まあ、一番強いカードはスカマイだけど、ちょっとデッキ選ぶから悩みどころ。で、現実的に入れやすいところで言うと、入れるデッキを入れた方がいいのが、深淵とブラッドローズドラゴン。みたいな感じかなというふうに思っております。というわけで、今日はカオスソルジャーのね、対策について、ちょっと話してみました。まあ、個人的に今、このまま KC 行くと、カオスソルジャーを使おうかなと思ってるぐらい、カオスソルジャーは練習しているので、あんまりメタカードっていうのは流行ってほしくないので、僕がカオスソルジャーを使って、もし万が一ランキングとか載ってるような雰囲気があれば、皆さんこのメタカードは、すぐにデッキから抜いてください。お願いします。では、今日はラジオ動画でした。ありがとうございました。また生放送するんで、よかったら見に来てください。お疲れ様でした。